し、トップコーチは、まあ組えちゃうよサーブです。無回転のナックルサーブのため、回転がかかったものと混ぜて使うと、すごく打ちづらいです。今のサーブ何ですか？今のサーブは切ってるように見せかけて思いっきりドナックルサーブです。え、切ることはできるんですか？サーブ切ることはあんまできるっちゃできるけど、基本的には切ってるように見せかけてナックルサーブが多いって、うん、どういう風にすると切ってるように見せかけることってできるんですか？僕が、まあ、ナックルサーブで気をつけている点は、基本的にボール当たった瞬間に引くっていうことを意識してます。なるべくすぐこう回転をかけてるように見せるんですけど、すぐ引くことによってナックルサーブが生まれるので、そこをちょっと、まあ、参考にしてもらえたらなと思います。その後のフォロースイングとかで気をつけてることってありますか？フォロースルーは基本的に、まあ、当たった瞬間自由なんだけど、まあ、上に上げた方がなんか僕的にはすごいナックルサーブに対してしっくりくるかなと思うので、まあ、上に上げて、まあ、ラケットの角度はまあ自由自在にこう動かせば分かりづらくなるかなと思ってます。今のサーブはどういう時に使ったりとかするんですか？これは結構あの競った場面、まあ、あの終盤ですね、ナインオールとか、まあ、テンオールジュースの時によく使います。そのサーブを出すと相手ってどういう風に大体返ってくるんですか？基本的にちょっとこうモーションを結構多めに入れるんで、こう置きに来ることが多いんですよね。でその置きに来たボールは結構あの僕はナックルサーブなんで、あんまりこう突っつきに対しても切れないし、フリックに対しても置きに来てるんで、結構3球目攻めやすいんで、このサーブを結構対応してます。じゃあ実際に3球目やってみますか？やってみましょうか。チャンネル登録よろしくね。